上社長に関してはですね、ダメになった人をそんな悪く言うつもりは僕もうさらさらないんですが、やっぱりちょっとずっと違和感は実は感じてたんですよね。あの令和の虎でいろんな方にコメントでこう叩かれてたじゃないですか。虎の方たちはやっぱりいい人なのになみたいな意見だったと思うんですよ。で僕もいい人であることはいい人だなと思ってたんですけど、やっぱりこう令和の虎の中でのやり取り自体がちょっとこうずれてるなって思うことは多々ありましたね。で例えばこれ視聴者の気持ちなぜ考えないんだろうなと思ったことが何回かあったのが、必ず、お人柄はすごく良かったんですがっていう言葉を使われたりしてましたよね。で本当に人柄がいいと思ってたんだら毎回毎回その言葉使わないとやっぱ思うんですよ。で毎回この言葉使っちゃダメだなとかって、人間の本能的に、まあ、経営者の人たちとか相手の心理を読める人たちっていうのは多分察知すると思うんですよね。